こんにちは。今回のね、花山龍馬シリーズはなんか YouTube に生かされているということでYouTube がなかったらどうするみたいなことね、まあ、話されてましたけども、そうですね、まあ生かされているというキーワードで返信しましょうかね。まあなんか生きるって何なんですかね。生きるとかね、生き続けるとかね。まあなんか昔は良かったみたいに思う瞬間ってないですかね。で、私は別にないんですけど、昔のことはあんまり考えないんで、昨日のこともあんまり思い出さないんですよね。かといって先のことを考えるかって言ったらあんまり考えないんですよね。今この瞬間のことだけですかね、やっぱ意識するのは 99%。 まあだからいちいちね、生きるとは何ぞやとかね、考えないんですけどもね。で、昨日ふとしたタイミングで若きウェルテルの悩みっていうね、そんな小説を小学校の頃読んだことを思い出したんですけども、案外この若きウェルテルの悩みって知らない人が多いんですね。あ、でもシェイクスピアぐらいは、まあ、読んだことあるんじゃないかな。これもまあ知らない人多いんでしょうね。だからね、私はね、だから、まあ、このぐらいは知ってるだろうなと思うことを多くの人は知らないってことにあんまり気づかなかったような気がします。まあ本だけではないんですけどもね、例えばすごく有名な書籍で言うと聖書っていうのがあるんですけども、聖書は私何回も読んでるんですけども、でもこの聖書ですらね、その存在知ってるけども、いや読んだことないねっていうふうになるんではないかなと思いますけどもね。その、まあ、書籍っていうのはたくさんあるんで、まあ、興味があるものを読めばいいと思うんですけども、書籍そのものを読まずに、なんかね、こう何から学ぶのかなってところもあったり、特に学ばないといけないってことではないと思うんですが、まあ、今回で言いたいのはね、なんだろうな、その情報発信してるわけですよ、 YouTube で。で、その情報発信のネタが、まあ、ない人もいると思うんですよね。ないというか見つけられない人も、じゃあ情報発信のネタがなければ、おそらくもう多分、悩んだりね、希望を持ったりってこともないんではないかなって気もするんですよ。まああんまりこうこじつけてもいけないんですけども、例えばね、自分の悩みがある人って、じゃあその悩みを YouTube のネタにできればいいんじゃないかなとかね、なんか夢や希望を持ってる人はそれを喋ればいいんじゃないかなってところもあるんですけども、ネタがないっていう風になったりとかね、ネタが量産できないとかね、まあ YouTube を必ずやれってわけではないんですけども、コンテンツなんですよね、多分生きてるってことは。昨日一日ってものも無数のコンテンツにまみれてるし、まだ来てない明日をどういう風になるのかなっていう風に想像して、それをまあ書き留めることでもコンテンツになるし、まあそれがね、興味を持たれるかどうかっていうのはまた人それぞれなんですけども、そんなことをね、こうなんかぼーっと花山龍馬さんの動画を見ながら考えていたかなってことですね。で、その、まあ、薄っぺらいとか厚みのあるっていうのは、これも評価様々なんで、軽々に評価をするべきではないと思いますけども、やっぱりそのアクセスが集めにくい人っていうのは、多くの人のこう金銭に触れないんですよね、琴線に。で、そう考えると、その若きヴェルテルの悩みとか、シェイクスピア、そして聖書とかね、この3つを取ってしても、もう時代を問わず、用の東洋西洋を問わず、多くの方の琴線に触れていたという、まあ、共通概念なんですよね、きっとね。民族に関わらず。だからこそ世界のベストセラーになったと思うんですけども、ただまあね、これをちょっと触れたことがない方もいるんですよね、不思議とね。じゃあその方がどんなことに興味を持っているかっていうと、世界の多くの方が興味を持っていないことに興味を持っている。要するに少数決ってやつですね、多数決ではなくって。世の中の多くの人が興味を持つことと、ほとんどの人が興味を持たないけども個人的にものすごくね、追求していきたいなと思うこと、まあそれ両方あって仕方がないですし、人には時期ってものがありますので、今回のね動画を機会にちょっと手に取ってみようかなとか、本要約チャンネルぐらいを流し聞きしてみようかなって方もいると思いますよね。まあそういうふうなね、 YouTube の発信っていうのは、まあ、誰かのお役に立ちたいと思いながらチャンネル作る人もいるし、まあただね、自分のフラストレーションの場所として、YouTube を選んでる方もいて、まあ様々かなというところですよね、結局はね。で、まあ今回ね、じゃまとめると何が言いたいかっていうとね、まあぼんやりと私考えてるんで、だらだらと今回言ってるだけなんですけども、
なんかね、昔の方が良かったと思う瞬間っていうのはきっと成長した自分が何者か分かってしまったからなんだろうなと思うんですよ、そればかりじゃないと思うんですけどね。成長した自分が何者か分かってしまった、それは、大した人間でないと、だとしたら無限に可能性がある、何でもできると思っていたその怖いもの知らずの若い頃の方が良かったのかなと。知識を得てたくさんの書籍を読んで多くの人に触れ合った結果、俺平凡以下じゃんっていうふうなことをねいつもいつも身につまされると、昔の方が良かったなみたいなね思っちゃうのかなと思いますね、私もねあんまり考えたことはないんですけどね、これだけ言っといて昔のことはあまり戻さないかなと思いますよね、そんな感じで YouTube が今回できました。以上でございます。いってらっしゃい。